エキシビション第1部の最後を飾るのはこの2人です。昨年の世界選手権では3位に入り念願のメダリストになりました。リトアニアのマルガリータ・ドロビアツコ、フォビラス・パナガス組です。アイスダンスで3位になりました。リトアニアのマルガリータ・ドロビアツコ、フォビラス・パナガス組です。流れるような衣装が綺麗ですね。この2人はあれですね、いつもの衣装がすごく綺麗ですよね、はい、いつもは情熱的なステップを踏みますが、今日はどんな演技を見せてくれるでしょうか。曲はアリアドネの糸です。試合では、ね、使えないリフトです。肩に乗せてはいけないんです ね。エキシビションではそれも取り入れてきています。いつもとは曲の感じも違っていますから楽しみですね。この曲はギリシャの伝説を再現していて、その迷宮に閉じ込められた人を助けようと女性のアリアドネが糸を伝わせようとするお話に従っています。でも悲しそうな感じが伝わってきますね。演技力もありますし、やはりあの表情が豊かですね、はい。バナガスのお母さんはリトアニアのナショナルコーチだそうですけれど、スケート一家のバナガスなんですね、まあ、ですからね、あの国内チャンピオンね、何回も取ってますからね、はい。この後背中で滑ります。これも競技では見られないですね。あのエッジ以外の、ね、はい、場所で滑ってはいけないというルールがありますからね。ですね、まあ、あの開脚を、ね、するのは体が柔らかいとできるんですけれども、はい、素晴らしいのはそれに入るときと、ね、終わるときに、ね、ギクシャクしないですよね、はい。やはり、ね、それだけ、ね、綺麗なエッジに乗ってるんですね。悲しそうな顔のドロビアツコが印象的でした。アイスダンス第3位、リトアニアのマルガリータ・ドロビアツコ、フォビラス・パナガス組の2人でした。いつもは本当に大胆なリフトとかが話題になるだけに、今日のはまた違ったプログラムを見られました。
そうですね、やはりね、普段ね、どうしてもそのラテン系の速いステップとかね、その大きな表現力とかっていうあれがあるんですけれども、まあ、こうやってね、柔らかい曲で自分たちのね、これ可能性もね、育んでると思いますね。あ、なるほど。以上をもちまして第1部を終了いたします。なおただいまより整理を行います。休憩は10分間です。 リンクはここで整氷に入ります。それではここでアイスダンス